どうしたんだい？寒いのは嫌い？今日はお出かけだ。私たちは儀式を行うんだよ。ほら、これを。娘のものだ。よし。今日はメイメイの儀式の日だよ。だが女神は答えるだろうか。普通なら母親が名付けるんだが、お前にはいない。村人すべてが参加し、長老が儀式を執り行う。だが我らは異端者だ。それでもしきたりは守らねば。出なければ信仰心のないものになってしまうだろう。古の者たちのようにな。邪悪さが破滅をもたらしたのだ。そして我らに恐ろしいものを残した。空や水、大地、そして鉄の巨人。獣の狩りと機械の狩りは全く別のものだ。彼らの力を私たちは敬わねば。いずれお前にも教えよう。大長老ティルサ様、どうしてここに？儀式を禁ずるつもりか？ほらほら立ちなさい、もう時間ですよ。それから喋っても良いですよ。まさか祝福をお与えに？その子を授けてから半年が過ぎたでしょ。でも我らは異端者です。ええ、そうですが、でもその子は。私は大長老です。自由に祝福できる。では慎んで。ええ、ええ、さあほら儀式の準備を。さあ、女神よ、この幼子に名前をお与えください。あなたの尊き愛がこの子を温めてくださいますよう。さあ、この子の名を。アロエイ。今この子の名は祝福されました。今すぐにやめ。何をしている？何祝福を与えました？この頑固者め、あれは呪われておる。貴様、あれの生まれについて何を聞いた？答えよ。私は言われたことをしたまで。育てろと言ったのだ。愛情を注げとは言っておらん。ランス、なんてことを。ノラ族の一員でもない。私はノラを守る。そしてお前もいいか。どこへ行こうとそばにいよう。
どうもはよからこんばんは、殿でござる。ホライゾンゼロドーンやっていきましょう。まあ、どういったゲームかと言いますと、オープンワールドのアクション RPG なんですけれども、まあ、舞台は大災厄によって人類の文明が、まあ、闇に包まれてから1000年で、人類に代わって、まあ、先ほどムービーであったような機械の獣たちが、まあ、大地を支配する世界。まあ、プレイヤーは先ほど、まあ立木さんが声を当てていらっしゃる、まあ、父親ロストっていうのかな、まあ、あれの娘、アーロイかなになって、で古の遺物や謎に満ちた建造物が点在する世界を探索して、忘れ去られた大地の秘密や歴史を解き明かしていく、まあ、こういうゲームですけれども、まあ、イメージとしてはこう、まあ、モンハンの敵が、まあ、ゾイドっぽく、まあ、なった、まあ、狩りをしていくハンティングアクションだと思うんですけれども、まあ、ずっとね PV とか見ていて非常に、まあ、面白そうだなと思っていて、まあ、今回、まあ、買ったわけなんですけれども、まあ、やっていきましょう。なかなかね私もアクションはそこまで得意ではないんで、どこまでできるかはわからないが、まあ、とりあえずはニューゲームやっていきましょう。難易度はねさすがにね、まあ、イージーは、まあ、簡単すぎるかもしれない。さすがにだからといってハードをやるつもりはない。とりあえずはノーマルでやっていきましょう。冒険と戦闘のバランスが程よく取れた難易度。6年後、アーロイ。主人公はこのアーロイという女性になるんですけれども、まあ、先ほどムービーであったように異端者って言っていましたよね。ブルーベリーっぽいのを採取している。まあ、結構荒廃した世界ですけれども、まあ、そこから1000年が経った今、まあ、どこまでいっぱい取れたわね。人類が、まあ、反撃っていうのかな、まあ、支配されているとは言っていましたが、親父かな、敬えとは言っていた、まあ、果たして人類と機械っていうのが、まあ、どういった関係かまだまだわからないですよね。主人公はこの野良族というのに所属しているんでしょうかね。上出来よ、いい子ね。私も積んできたぞ。いらっしゃい。あの子は異端児よ。話しちゃダメ。異端児、いやなんか避けられていますね。ほら、うわ、子供にも相手をされない。さあほら、そう。なんかこう赤ちゃんが生まれて半年経って、で命名をするっていうのもなんかこう、まあ、賛成派と反対派みたいなのがありましたよね。大長老かな、まあ、どうやらなんかこう祝福してくれてはいましたが、他の、まあ、部族たちは、まあ、どうやら異端者として、まあ、なんかこう、まあ、妬んでいるっていうか、こう、まあ、村八分っていうのかな、まあ、そんな感じにはなっていますよね。どやら迷い込んでしまったか。これって洞窟？おや、もうこの頃から操作できるんですか。過去からの贈り物、洞窟に入る。もう入っていますよ。一応操作、まあ、ボタン説明だけは見ましたが、うわ、ここネズミがいるよ。まあ先に進んでいくしかないか。親父はどこにいるんだろう。いつもそばにいるとは言ってくれたが、すごく狭い。でも通れそう。丸が回避ボタンで、×がジャンプボタン。ここはもともと鉄の世界だったんだ。大昔の場所。ふむ、何やら建造物がありますよね。まあ、特に今、まあ、6歳の状態なので、まあ、ここから冒険が始まるわけではないので、まあ、特に探索していてもしょうがないかもしれないが、そういうところには絶対来るなってロストが言ってた。でも出口を見つけないと。ですよね。いやもう初っ端から、まあ、機械が出てくるっていうのもなかなか怖いとは思うが、まあ、何もなければ良いのだが、向こうに何かありますね。花畑。でも1000年前ってどうだったんだろう。まあ、結構文明が
発達していそうな気はしますよね。お、どんどん上に登っていけば、おほっと、いいですね。まあ今この、まあ、アーロイちゃんから、まあ、他のみんなが着ている服とか見ますと、なんかこう古代っていう感じはしますよね。ということは1000年前に一度文明は崩壊したっていうことでしょうかね。お、光が当たっている。キラキラしたのがあるよ。骨か、なんだろう。これはなんだ、三角形のチップみたいな感じですが、お、ハーロイちゃん自分もつけてみるか。いや、ひっついた。亡骸は随分時間が経っているように思いますが、このなんだろう、機械の三角形の、まあ、これは結構新しいっていうのかな、まだ反応していますよね。しかも眉間につけようとしたら勝手にひっついていく。ふむ、何か見える。スイッチみたいなものかな。光がそこら中に。おや、何やらシールドのようなものも貼られている。これどうなってるの。これどうなっているんだ。これでフォーカス、何かこう情報を見ることができるんでしょうかね。この辺の端末っていうのかな、この辺はまだまだ見れないらしい。まあひとまずは先に進んでいきましょう。鉄の扉閉まってる。これを使えばなんとかなるかな。ではどうすればいいんですか。スキャンする。どうやって開けるの。お、電源がオフ。特に解除するボタンがあったりはしないんですね。じゃあ電源をつけないといけない。また光。ふむ、向こうになりゃ反応する機械がある。ふむ、だがどうやっていけばいいんだ。フォーカスで調べていくというわけですが、おや、こちらか。こんな感じでいろんな情報が見れるんですね。なかなか便利そうだ。でもこんなものをつけてね、あの部族のところに戻るわけにはいかないとは思うか。これなんだろう。扉につながっているみたいだけど。コードネクサス。暗号機械化ポート。ふむ、これはなんだ。まだまだこのインターフェースにはアクセスできない。で、目標を見ますと、まあ、ここですよね。これを使うとは出てはいますが、どういうことだ。この切り替えで、まあ、操作できるかできないか見れるみたいですが、ふむ、反時計回りと時計回り、まあ、まずは時計回りに回してみよう。なるほど、これを見るともう一回時計回りかな。これでいいだろう。色が変わった。ふむ、これで先へ進める。まあ、どんどんいろんな、まあ、機械を起動させているんでしょうかね。目標地点はそちら。扉が開いているのか。ドアを開く。よし、これで先に進める。なかなか便利な機械だ。ここは何だろう、何かこう音声ガイドみたいなものがありそうだ。エヴァンス主任、
ブラッククォーツの暗号が USRC からメッセージをホログリッドに送りました。ふむ、千年経っていてもこういう機械はまだまだ生きている様子。まあ昔の、まあ、その大災厄というのが起こる前の世界、まあそういった情報が見れるんでしょうかね。はい、どんどん案内に従って先に進んでいこう。あれ何？また死体があるな。俺だって嫌だけれど、これは精一杯だ。俺後ろにいるぞ。ああ来たな。誕生日おめでとう、アイザック。パパはお前を心から愛しているよ。なあ、パパは一緒にいられないんだ。でも頭に何か乗っけているな。そうだろう。ねえ、もう一回見せて。いっぱいだ。俺一緒にいるぞ。ああ来たな。誕生日おめでとう、アイザック。パパはお前を心から愛しているよ。なあ、パパは一緒にいられないんだ。でもそれでもパーティーはできるよな。そうだろう。ふむ、目の前に子供はいなくて、何かこう、まあ、通信的なものでやり取りしているんでしょうかね。ですが何かあってもうこの亡骸になってしまったかもしれない。まあ先に進んでいきましょう。この辺ジャンプで、あ、結構登れたりするんだ。この端末をつけていればね、こんな感じでいろんな情報が見れるんですね。まあでも千年経ってもまだまだこう生きているっていうのはすごいな。でもこうやって、まあ、探索していろんな機械と触れ合っていることがこう部族にとっては、まあ、かなり、ね、危ないことのような気はしますが、これは何だろう。これも音声ガイドか。でも今は何か操作できるわけではない、まあ、まだまだ6歳の頃ですから、実際にこうやって、まあ、ハントしていくっていうのかな、まあ、それにはまだまだ先のような気はするが、とりあえずは上に進んでいけばいいんですね。なんでこんなとこで、何があったの。まあどんどん先に進んでいくしかないんでしょうね。ロストの声、来てくれたんだ。親父の声が聞こえる。ここだよ。今行く。待ってて。大いなる母よ。さあほら捕まって。あそこには行っちゃいけない。ほら。まあ部族にとっては立ち入り禁止区域みたいなものか。アーロイ、ここは禁じられた場所だ。落ちちゃったの。あれは鉄の世界の。それはなんだ。別に。下にあったのか。渡しなさい。やだ。アーロイ、それは危険なものだ。いや。まあ機械と触れ合っていくみたいなことにはならないとは思うが、まあこれが一体どういうことにつながっていくのか。まあ結構アーロイちゃん、まあこうやっていろいろ触れ合って結構好奇心がより旺盛にはなってしまっているな。だがこれは私のものだ。お前には渡さんと。そうやってこっそり抜け出すなら。荒野で生きる方法を学ばねば。来なさい。帰るぞ。でもゼロドーンってどういう意味なんだろう。ドーンっていうのは夜明けという意味ですが、まあゼロですからね、まあ、夜明けになっていてもまだまだ深夜ですよみたいな感じで、我々の未来はまだまだ闇に包まれたまま、まあそんな感じの意味だとは思いますが。メイン武器は何なんだろう、何なんだろう。まあ槍とか弓かな。どんどん操作を覚えていく。形どういう意味。ほらこの弓を。弓にも反応しているな。お、弓と書いている。もうそのおもちゃとは話すな。さあ谷を下るぞ。おいで。
まあ、狩りの練習みたいなものをするのかな、まあ、いわゆるチュートリアル的な感じかな。まあ、実際に、まあ、冒険するのはもちろん大人になってからだとは思うんですけれどもね、さすがに6歳のこの状態で世界を渡り歩くというのはなかなか過酷だと思いますよ。この植物見てみろ、これは安らぎの花。ほら、こいつの実を集めてこい。お、これでいろいろ採取ができるんですね。取ったぞ、ヤジ。食べてみろ。体力 15% 分の薬。苦いかもしれんが、命を救ってくれる。袋は常にいっぱいにしておけ。薬効のある実や花でな。今のところ、まあ、体力は210と書いていますよね。の地の一部です。特に走り回っていても体力の下がスタミナゲージというわけではないか。危険な機械を追い払っている。普段はな。機械すべてと敵対しているわけではないとは思うんですよね。こう機械が動物に模した、まあ、らしいので、まあ、多分草食動物かな、ああいうのはおとなしかったりして、で肉食系はまあ私たちとまあ敵対しているみたいな感じかな。奴らを甘く見てはならん。だが私が一緒だ。こう機械は皆危険か。背の高い草に身を隠すんだ。了解した。いたぞ、かがむんだ。ちっちゃいの。アロイ、待て。あの機械はウォッチャーというやつだ。この攻撃で生き延びたかったら奴らに絶対見つかってはならん。教えてやろう。私の言う通りやってみるんだ。動くな、じっと待つんだ。いくら機械といっても、こうやってかがんでいてもまだまだね、まあ、気づかれないものなんですね。あの背の高い草までついてこい。親父に従ってウォッチャーをやり過ごす。待つぞ。お、親父よ、そこからよく気配がわかるな。ゆくゆくはああいうのを買っていくのかな。でもこう見つかったら他の仲間をまあ呼んできそうですよね。ゆっくり動けば音も立てずに済む。それにかがんでいる方が静かだろう。だが目標地点かな、まあ目のマークがありますが、これは気づかれているみたいなものかな。今ので最後だ。進もう。二足歩行の機械。なるほどね。まあこういうのもゆくゆくは買っていきたいな。てか今、まあ、機械を買って何の意味があるんだろう。まあモンハンとか、まあ、その辺なら、まあ、素材を剥ぎ取ったりするんですけれども、機械からもこういった、まあ、素材を取って、でいろいろ強化したりできるのかな。いろいろ橋とか、まあ、手すりかな、まあ、そういうのがありますが、まあ、そこそこ部族たちはこの辺探索には来ているのか。いや、だが他の部族の者がいる。あれは誰？無視するんだ。なんであそこに？お、なかなか警戒だな。ねえ、笑ってるよ。デブ、ほら戻っておいで。ちょっとどんな名前なんだそれは。どこだ。無視しろ。いいか、彼は部族の人間だ。そうだ、あまり人の悪口は言うもんじゃないぞ。愚かなことだな。さてと、群れを探そう。来い。でもこんな世界観で一体どれだけの人間が生きているんでしょうね。お、向こうに機械がいる。しかも人っぽいのもいますよね。おやじさん、一体どうするんだ。ほら見ろ、あいつはストライダーだ。ストライダー、これは何だろう。お、また身が落ちていますね。ねえ、逃げ
けちゃったよ。やつらは人間に気づくとすぐに逃げてしまう。覚えておけ。だからこっそり近づくんだ。平気だ。谷の先で追いつくだろう。見てろ。先ほど人がいたように見えたが気のせいか。じゃあお前の手のひらくらいの大きさの石を探せ。なんで？言う通りにしろ。石を集めたら使い方を教えよう。よし、いいぞ。それでいい。こっちだ。結構アイテムが落ちてはいるが。とりあえずどんどんアイテムを拾っていけばいいんですかね。まあ石を投げてこうおびき寄せるみたいな、まあ、ことがいろいろできるとは思いますが。でもポーチってどれくらいでマックスになるんだろう。こっちだぞ。時間を無駄にするな。さあ親父を、どんどんアイテムを拾ってきたが、もう特にはないかな。さこい、俺がいたぞ。よし、それじゃあ石を投げるぞ。でも石じゃ機械は倒せないんでしょ。ああ、だが腕の周りにウォッチャーがいるんですね。罠に誘い込める。例えばあそこのウォッチャー倒さなければ群れに警告されて近づく前に逃げられてしまうだろう。警告？どうやって？機械は意思疎通できるんだ。素早く仕留めないといけない。私が合図したらこの尾根から石を投げてウォッチャーを引きつけるんだ。合図を待つんだ。まあ石膏みたいなものか。お、下で長押し、長押しで石を投げる先を狙う。ハーロイ、こっちに石を投げろ。了解した。これで、石で投げる。ウォッチャーを私に引きつけろ。警戒しているのか目の色が変わりましたね。お、親父すごいな。お、もう仕留めた。よし、もう安全だ。来い。まあウォッチャーぐらいなら簡単に倒せれるんでしょうかね。獲物を解体して、じゃあここから何か剥ぎ取れるのか。矢を作るのか。長押しでウォッチャーを調べる。こうシールドとワイヤー。獲物を解体するんだ。集中しろ。よし、それじゃああそこでヤガラの木の茎を集めるんだ。じゃあ矢はいくらでもあるわけではないんですね。これで木を採取。あとはこちらか。矢の軸に茎を使う。矢尻には鉄のシャードだ。お、L1 でメニュー。これでクラフトとかできるんですね。これで矢を選択してバツオタン長押し。お、クイックで作成。よし、作り方さえ覚えておけば矢に困ることはない。じゃあわざわざクラフト画面開かなくても長押しで自動的にアイテムが作れるんですね。じゃあこれで狙ったりできるんだ。お、できるな。草の中でかがんで音を消せ。まあ、まずは石膏を倒したんで、次はこの群れの動物を狩っていくか。仕留める時だ。弓で倒せれるのか。ストライダーだ。機械にしては弱い方だ。いや、なかなか強そうには見えるが。殺せる。絶対油断するなよ。獲物をよく見る。表面が硬く弱点は必ずどこかにある。例えば目だ。他はどこかな。お、スキャンする。お、この背中、まあ黄色く光っているのが弱点か。背中に入れ物がある。あれが弱点なの。え、そういうのも見れるんだ。なぜわかった。いや、勘ですよ。教えてくれた装置が。あのおもちゃがか。嘘をつくんじゃない。さあ、ストライダーを仕留めろ。メカ入れ物を狙うんだ。あ、結局入れ物を狙っていいんだ。突進してきたら転がって避けるんだぞ。なるほど、一発では倒せないか。
で R2 長押しで弓を引く。簡単に当てることができるんでしょうかね。いやアロイちゃん初の狩りですよ。ほっ、いいぞその位置だ。まだ来るか。いいぞその位置だ。よし倒した。ふう、すぐに突っ込んでくるわけではなかったか。いや初の狩り完了ですよ。シャードとワイヤー。今日はよくやった。だがまだ先は長い。続きはまた明日やろう。ふむ、もっと大きいのが狩りたいぞ父上よ。あの子、義勇の小道を走ってる。ついてこい、急げ。義勇の小道、なんだろう。あ、ちょっと待って、採取ができる。これはなんだ、ブレイズ。おっと、親父よ、そう、急ぐな。目の横に何か反応しているようだが、まあ音が出ているっていうサインですね。まあメインはこう見ると弓かな。まあなかなか弓も私は好きですよ。結構ねモンハンもまあいろんな武器をシリーズごとに使ってはいくんですが、やっぱりね、まあ、ガンナー系は私は弓が好きだな。おや、先ほどの青年、おっと落ちてしまった。だが敵に気づかれた様子。どうする親父、助けるか。何やら会話をしているようには見える。あの少年が機械に見つかって殺されるのは時間の問題だろう。じゃあどうするんだ。ここで撃てばあれは暴走し踏み潰されてしまう。でも進む道がわかるの。嘘をつくのはやめなさい。本当にこっそり行けるから。やめるんだ。いや、だが飛び出していく。おっと、弓が取られた。まあ父上よ、この私を信じてくれ。ここからはスニーキングになるのかな。さてフォーカスモードに入る。進む道が分かるとは言いますが、足跡。お、巡回ルートを見れる。え、そういうのも見れるんだ。こんな感じで巡回しているんですね。ですがあちらの機械たちにも気づかれたらまずいですよね。だがもう私には弓がないので倒すことはできない。ならば向こうから進んでいくか。あの壁沿いに行けたらいいですよね。そうだ、こちらに来るだろう。ここならまだまだ見つからないとは思うが、よし進もう。いや、だがこちらを見ている。向こうまで行ってくれたらいいんですけれどもね。よし進もう。いや、でもこの状態だと草が低いんで多分見つかってしまうでしょうね。まあ先には進んでいこう。よし、ここまで来た。何やら警戒しているな。よし離れていくか。でこの動物はまだまだ私には反応しない。だがそこにもウォッチャーがいる様子。
あれはこの辺を巡回しているか。見られたらダメ。この距離では気づかれないか。いや、だが向こうにもウォッチャーがいるぞ。とりあえずはこの小川かな、渡っては行きたいが。ふむ、巡回ルートを変えたか。だができればそこまでは進んでいきたい。気をつけないと。さあ、どちらから進む。目標は向こうですものね。ということはあの辺をずーっと行かないといけないと。だがこのウォッチャーを回避しないといけない。草食動物は一旦置いておいても大丈夫か。おや、近くまで来ているぞ。どっちに行くか見てないと。この草に隠れていればなんとかいけそうな気はする。いや、頑張れよアロイ、そしてこの私。こうやって目の色が変わると何か警戒しているように思いますよね。よし、もう少しだ。いや、採取もしたいが、今は見つからないように進むのが重要ですよね。よし、次はここを横切っていこう。ここを横切って向こうまで行かないといけない。あの鉱石も気になるな。いろいろ採取できるアイテムはあるようだが。おっと、こっちを見ているか。いや、向こうを見ているな。いや、気のせいですよ、アーロイなんていない。よし、これで横切っていこう。ここに立ち上がったらまずいかな。よーし、ここまで来た。しゃがんだ状態では採取はできない。ゆっくり音を立てないようにしないと。ふむ、だがフォーカスをオンにしていれば採取はできないんですね。よーし、たどり着けそうだ。もうちょっと。こいつがデブなのか。かわいそうだね、そんな名前をつけられて。さあ、デブよ、大丈夫か。何、ついてきて。ここからまた帰らないといけないのからしいですね。まあ、しゃがんでいてもフォーカスをオンにしているかどうかで、まあ、移動速度も変わる様子。これはなかなか厳しそうだぞ。あ、ちゃんとデブ君は来ている。ここを通って、あの親父かな、いるところまで行かないといけない。
だがハテナマークが出ている。警戒されているようだ。だがこちら側から行くのはなかなか厳しいような気がしますね。いや、喋るだよデブ。この草むらを通っていけば行けそうですね。いや、だがすぐ近くを回ってくるようだ。おお、なんとか見つからずに済んだ。危ないな。よし、デブよ、今のうちだ。進んでいくぞ。なんか信じられない。巡回ルートは大丈夫かな。すぐ近くを通るとは思うが、危ないね。近くにいて敵が反応するとコントローラーが振動するんで、まあそれでどれだけ危険かは分かるとは思う。よし、向こうにいた。進もう。よし、もう少しでロストのところに到着できそうだ。さあ着いたぞ。一度も発見されることはなかった。おもちゃじゃないのか。待って、女神様の祝福をあなた方に。その子仲間が来たのか。僕はどう。口を閉じていろ。古参義勇兵。こいつらは異端者だ。その子は母なし子だぞ。行くぞ、母の源へ。でもここまでのことをしておいても、まあこの少年、まあ青年を助けたことには俺は言ってくれないんですね。はたかれているな。異端者と話してはダメなんだよ。掟で禁じられてる。さあ帰るぞ。こっちだ。まあアーロイとしては複雑な気持ちだろうな。人助けをしたのに感謝はされないと。なかなか難しい子供に成長しそうですよ。口を閉じてろ。おっと、石をぶつけられた。誰だ。こっちに来るな、母なしごめ。あの時の少年かな。聞かぬぞ私には。まだ来るか。ほう、あ、いろいろこうアクションを選べれるんだ。なんか今後に関係しそうですよね。挑戦的なアクション、懸命なアクション、あー、いろいろあるな。でもね、こういうのは反撃したらね、余計に村八分に合っちゃうから。いや、でもちょっとからかいたいな。持っている石を狙う、これはすごいな。あ、じゃあこれをやってみよう。我が力見るがよい。どうだ、思いしたか。ほらみんな、そこから離れて木の実を摘みなさい。血が出てる。さあ見せなさい。
ほら、じっとして、拭いてやる。なぜ？しぃ。なぜ私は異端児なの？アーロイ、今その話は。私のお母さんは誰？アーロイ。確かにそれは気になりますよね。知るべきことじゃないんだ。ババ様が連れてきたとき、お前は赤子だった。でもその頃から異端児って言われていましたが、まあ、出生に関係があるんでしょうね。難しい話なんだ。でも知ってるの？私たちは異端者なんだよ。じゃあどうすれば教えてくれるの？長老が？方法はなくもないが。じゃあ教えてよ。でも危険だ。なんで？何年も訓練しなければならない。そんなの平気。どうすればいいの？教えて。試練まあ、子供ですからこう一回気になってしまうと解決するまではどんどん引き続けるでしょうね。だが勝者になれば長老が願いを聞き入れる。願い？そうだ、勝者が望むものは何でも。私やるよ。絶対やるもん。勝ってみせるよ。なるほど。なら訓練しないとな。訓練は大変だし、何年もかかることだぞ。じゃあ始めよう。ね、来て。もう早速か。お、どんどん訓練している。これで義勇兵たちの、まあ、頂点から、まあ、立ってこうやって願いを聞き入れてもらって自分の出世を知ることになるんでしょうかね。これなかなか親父さんのハードな訓練。普通の野生の動物もいたりするんですね。いや、だがウォッチャーに見つかった。おお、ナイスだ親父。私はあのデブのようにはいかんぞ。お、どんどん上達している。お、どこにいた親父、助けてくれるか。まあ、いわゆるこう少女編っていうのかな、まあ、チュートリアル的なものは終了になるのかな。こんな距離をも飛ぶ。お、しかもいつの間にか成長している。いや、アロイさん随分たくましくなられた様子。この頃親父はどうなっているんだろう。おお、うまいね。果たして私にそんな操作ができるか。ちょっと、いや、だから親父がやったのか。ロスト、あの端末はずっとつけていますから、まあ、ああやって夜な夜な、まあ、勉強して、まあ、いろんなこう狩りの訓練以外にもいろんな知識を身につけているんでしょうね。ロストを探す。お、レベル3に到達。スキルポイントとかあるんだ。これでスキル習得。お、狩人、義勇、知識、いろんなのがあるんだ。採取上手、ヒーラー、ルアーコール。お、敵を視野の中央に視野の中央に近い敵一体をおびき寄せる。あとは義勇、攻撃精度。部品を切断できる、部位破壊みたいなのがあるんでしょうかね。
あとはクリティカル、さらには精神統一。あ、これいいな、遅くできる。あとは落下ダメージか。お、ジャンプ中スライディング、これは難しそうだな。こっちは音を立てずに。あ、なるほどね、サイレントストライク、これ欲しいな。これ、このスニーキングが強化されるっていうのかな。まあ、静かな状態で近づいたら、まあ、よりダメージを与えられる。あとはこう狙いをつけた時に、まあ、遅くできる。この2つ欲しいな。お、長押しでスキル習得。次は何だろう。銃、あ、そんなのあるんだ。え、でもまずはこの2つかな。なるほどね、この辺のスキルを習得してどんどん伸ばしていくわけですね。まあ、まずはこの2つでいいかな。よし、じゃあ今回はここまで。まあ、なかなか大人になって、ね、これからまあ旅立つみたいな流れにはなるとは思いますが、まあ、気になるところではございますが、今回はこの辺で終了にしましょう。ではこれまでのご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価お願いします。ではさらばだ。